今回ですね、こちらのアイス食べてみようかなと思います。元祖鹿児島南国白マ練乳フルーツですね。種別アイスミルクになってます。このような感じでみかんとかパイナップル桃、この辺入ってるんでしょうかね。えー、白マといえばやっぱり熊本ということで、熊本のかき氷、白マ食べたいなと思ってるんですけれども、今度ですね、鹿児島市内の方行こうかなと思ってて、その前にまずはこの。 アイスの方食べてみようかなと思って購入ですまだ白熊ですね実は食べたことなかったので気になるところですね、まあ、ちょっとですね天候的に鹿児島行けるかどうかっていうところはあるんですけども事前にですねまず食べてみようと思いますで裏ですねこんな感じになってアイス,クアイスミルクで製造者青果食品株式会社鹿児島県の会社のようですねはい加藤練乳一番最初に来てます フルーツシ、シラップ漬け、みかん、パイン、応答、砂糖、小豆、甘納豆、バター、砂糖という感じですね。90g になってます。90ml というふうになってます。それでは出してみました。結構みかんの粒々見えるので、みかんがですね、たくさん入ってそうな感じですね。で小豆も見えますし、 ちょっと薄いこの黄色っぽいのがパインでしょうねこんな感じで入ってます多分練乳が入っているので結構このミルク感の強いような感じの美味しそうなアイスになってます横から見たところの雰囲気ですけどもこのようになっていますそれでは少し食べてみようかなと思います フルーツが凍ってるのでかなりこう冷たいですね歯にこの冷たさがしっかり伝わってきますそしてこのフルーツ感なんですけどもフルーツがかなりたっぷり入ってますねみかんとかパインとかで小豆も程よく入ってて、えー、全部のいいところこの風味きますねであ,あのアイスの部分結構練乳しっかり入ってるのでこう濃くなる感じで ねっとりとした食感のこのアイス楽しめてそこにですねフルーツのみかん、えー、パイナップルとかそのフルーツの爽やかさが口の中に広がってすごく美味しいですうんやっぱこのこってり感とフルーツの爽やかさこの組み合わせがすごく良くて美味しいのでうん白熊いいですねはいこれは今度鹿児島行った時にですね白熊のかき氷もぜひですね食べて美味しいかき氷食べてみたいなと思います こ,の椅子もこういう感じですごく美味しかったです。